パンパリンパリンサンダー、シュワシュルルルンサンダー、闇を引き裂く稲妻が俺の叫びだ、おたけびだ、緑の地球を守るため、宇宙の魔王デカンダをとことんまでにやっつける、サンダーマスクは宇宙の勇者だ。サンダー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 マスク、サンダーマスク、サンダー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 。どうだ、お前にサンダーマスクが倒せるか。はい、この槍で必ずサンダーマスクの首をはねてみせます。お待ちください、大魔王デムキング様。サンダーマスクを討ち取る役目はこの私でございます。黙れデカンダー。魔獣総攻撃も失敗に終わったではない。お前の力では到底無理だ。何をおっしゃいます。流星鉄仮面より私の力の方がはるかに勝っております。ん？何がおかしい？無礼な。よし、二人で立ち会ってみよう。いよいよ地球へやる。デカンダの力を見せてやる。ああ、こいつ仮面、いや、見事だ。その技があればサンダーマスクに勝てるかもしれないな。いえ、サンダーマスクに勝つには力だけではダメです。何、他に手立てがあるというのか。はい、サンダーマスクの妹リンでございます。妹に化けて接近しよるというわけだ。この鈴にはサンダーマスクの脳波を狂わせる電磁波が効くんであります。期待しているぞ、流星鉄仮面。待ってくれ。こいつだ、こい
った。どうしたの？どこへ行くつもりだったの？わからない。寝ぼけたのね。まるで無遊病者だったわ。帰りましょう。魔獣にやられる夢を見た。それにあの鈴の音、嫌な音だ。妹の凛も現れた。幻覚だったんだろうか。いや、きっとそうだ。凛は三段星にいるんだ。地球へ来るはずがない。命光一が悪夢にうなされた明くる日、宇宙考古学研究所のアンテナが宇宙物質反応を示す物体をキャッチした。西北西20キロの地点。西北西20キロ。西北西20キロ。垂らし首の丘あたり。変な山根、気味悪いわ。江戸時代の形状の跡だよ。罪人が次々と首をはねられて垂らし首にされていたんだ。反応は強烈だ。こりゃかなりでかいぞ。おそらく隕石でしょう。このところ随分降り注いでいますからね。宇宙魔獣ならいいのにな。こら、何を言うんだ勝谷さん。確認しろよ。強烈だろ。命くん、こいつは隕石じゃない。なんだって？魔獣が潜んでいる。僕には分かるんだ。早く何とかしないと奴は東京をめちゃめちゃにしてしまう。その魔獣はどこにいるんだ？命くん、何か確信を持って言ってるんだろうね。まさか隊長、命さんの言う口から出まかせを信じるわけじゃないんでしょうね。出まかせじゃない。かっこいい魔獣だね、勝也。こいつに暴れられたら大変だ。隊長、スタンバイ OK です。よし、一発で魔獣を吹っ飛ばしてしまうのだ。最初から魔獣なんかいなかったんですよ。そうらしいな。どうも変だわ、この頃の光一さん。やつは今にきっと姿を現す。お前まだそんなこと言ってるのか。命さん、何か夢でも見ていたんですよ。そんな、二度も同じ夢を見るわけがない。どうしたの？こいつだ。危ない。止めて。おい、よし。君。
イヌシさんの妹さん？ええ、田舎から会いに来たんです。あのスピードで跳ねられたら普通の人間なら即死している。それがかすり傷を負っただけ。おかしい。もしかしたらあの子大したことなくてよかった。一週間もすれば良くなるそうよ。命さんってなんて冷たい人なんだ。妹を跳ねておいて病院にも連れて行かないなんて。この子はわざと跳ねられたんだ。何を言う。この人は右側を歩いていた。お前が突っ込んだんじゃないか。スピードの出しすぎ。無謀運転もいいとこだよ。ありゃ。あなたは本当に光一さんの妹さんなの。ええ。嘘つけ。これを見てください。お前は妹じゃない。一体何者だ。私の名は流星鉄仮面。何？流星鉄仮面。驚いたか。私は魔王デカンダの代わりにお前の首を取りこの地球にやってきた。この野郎出てけ。ああ。サンダー星の話聞かせて。ええ、サンダー星は風土気候がこの地球とよく似ています。パパは科学者、ママは農園を経営しているの。何から何まで調べ上げている。ママは兄さんが地球へ行ってからちょっぴり寂しそう。そうでしょうね。このスープとても美味しいわ。どうもありがとう。今紅茶でも入れてきます。ありがとう。俺を殺すつもりならどうして正面から挑戦しないんだ。魔王デカンダは力で抑え込もうとして失敗したわ。私は違う戦法でお前を倒すつもりさ。そんなことができると思っているのか。できる。今その証拠を見せてやる。どうしたの。やめろ。街を見よ。魔獣メガトロンが暴れてるよ。悪魔のように暴れ出すなんて、これはおかしい。気でも狂ったかな。危険だ。避難した方がいい。サンダーマン、やめてちょうだい。マミちゃん、マミちゃん、マミちゃん、お願いします。マミちゃん、どこへ行ってたんだ。マユミちゃんが大変だったんですよ。すまなかった。何も猪木さんが謝ることはないんですよ。悪いのはサンダーマスクなんだ。なぜあの時殺さなかったんだ。俺は無勇病者と同じだった。ペインの闘牛と同じよ。
苦しめてからとどめを刺す。楽しみだわ。この悪魔殺してやる。やめろ。こいつは妹じゃない、悪魔の使いだ。妹の首を絞めるなんて、君こそ悪魔だよ。みんな騙されているんだ。いくら兄弟喧嘩だからといって女の子に暴力を振るのは良くないな。弱い者いじめはやめろ。疲れてるのよ、光一さんは。今夜私たちは東京侵略を開始する。私に勝つ自信があるのなら、さらし首の丘においで。いつでも相手になってあげるわ。俺は逃げて、敵に負けて逃げて、おいやめろ。みんなでいじめるなんて卑怯だ。だってこいつサンダーマスクだって言うんだもん。一人で威張ってるんだ。こんなのやっちまえ。サンダーマスクなんて大嫌いだ。おい、みんな行こうぜ。行こう行こう。ありがとう。好きなのかい、サンダーマスクは。うん、強くてさ、勇気があるもん。でも、みんな嫌いだと言ってるよ。街で暴れたんだろ。あれは違うサンダーマスクさ。僕のサンダーマスクは絶対悪いことなんかするもんか。行こう。うん。坊や。なに。ありがとう。バイバイ。逃げてはいけない。たとえ勝てない相手であろうとも、全力を尽くし使命を果たすべきだ。命光一はあの二人の幼い子供から勇気を教えられた。
鉄仮面の卑劣な手段の前にサンダーマスクは惨殺された。果たしてこの地球は悪魔の支配する暗黒の星となるのであろうか。来週を待とう。戦えサンダー、今こそサンダー、ゴーゴー行くぞ二段変身。サンダーキックでぶっ飛ばせ、サンダーシュートで満足、1万年の眠りから目覚めたユーザーは僕らの仲間だ、友達だ。サンダー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 